ぐるちょもちょも、ぐるちょもちょも、今日はいい日だね。サナちゃん見てる、くるぶしです。このシャバゾーゲー誰誰さあ、ということで今日も始まりましたけどもねこのシャバ像画っていう初めて聞きましたけどビーバブハイスクールですね。ああそうなんだ、ビーバブハイスクールですね。ちょっとすみません、ジェネレーションギャップ何すんの、はい、今日何すんの。クルチョモの動画の中で結構回ってるもの、うんうんうん、エッチが100倍シリーズなんですよ。そんな気になるんか、みんなあれ2つの商品です ね、 そうね、エッチの、はい、こちらですね、うん、はい、やってまいりましたけれども、ああいいですね、いいですね、はい、3種類ありまして、そう、ね、目最後のエッチが100倍シリーズを紹介しようじゃないかな。まだこすんのけこれ骨の髄までいかしてもらってしゃぶり尽くすね。ちょっと紹介させていただきます、はい、エッチが100倍楽しくなるペンエイもうマジでもうどうしようもないほんま。でもシートを使った我々なら、そうですね、予想つくもん。わかんないですよ、何が起きるか、読んでみますね。瞬間着火で完全燃焼注意一人でも二人でも熱く激しく燃え上がるもう3回目じゃこれ言うほんまほかちょっとね、これ使う前に一個だけ言いたいことがあるんです、はい、あの僕買うてきたんですけど、うん、これ ありがとうございます。あの、まあ、レジに、はい、カゴの中にこれ一つだけ入れてもう持ってったんですよ。ちょっと裏も読んでいきたいと思うんですけど、携帯できていつでもどこでもエッチが楽しくなっちゃうペンやからね、はい、もう筆箱でもいけるってことですよね。使用方法、ペンの後部のつまみを回すと、うん、ペン先から液体が出てきます。ああ、なんか回すタイプや、カチャカチャじゃないや。そうですね、で体の一部に優しく適量塗ってご使用ください。あの、まあ湿らせろということですね。そうですね、うん、じゃあ早速、うん、上げていきましょうか、はい、チョモちゃんに。なるほど、上げていただいて、おう、じゃあ、はい、こちら開けさせてみます。あ、なんか開けやすくなってますよ、ここ。ここからペット。お、すごい。スマート。あ、もうすごいね。ペット出てきましたね。でも、ここで手こずるっていうね。そして、手こいえ。手こいえ高田の向こう出てる。出てまいりましたけれども。どんななんだろうな。こんな感じですね、ペン。っていうか、そのペン先が筆になったんよね。うんうん、じゃあ、うん、早速いきましょうか。はい。これ回すのね。はい。あ、パキッて。あー、なるほどね。ノック式と一緒やね。きた。きた？うん。え？わっ、すっごい、ジュンとしてる。もう筆自体全部ジュンってなった。うわ、うわ、すごっ。で、これを、まあ、体の一部って書いてますけど、うん、まあ、塗るとこは一つなんでしょうね、きっとね。まあ、でしょうね。チンコ以外は、ないですよね。クルチョモはですね、うん、お金もないグループなので1本しか買っておりません、共有してね、あの、締めくくっていきたいなと思います。で、あの、これがチンコだとするとどこに塗るんですか。俺もこういったのかなと思って。あー、なるほどね、うん、1往復したろうかなと思ってます。はい、俺から塗っていいですか。あ、どうでしょう、はい、こうですか。そうですね、はい。あ、俺も行っていいですか、じゃあすぐ。あ、もうこれ、ジュンとなってる。なんかやった方がいいんちゃうかな、なんか。うわ飛び出して。飛び出してきた。よいよ。じゃあすいません。行かせていただきます。あれ、でも思ったほどけえへんぞ。え、はい、塗ってまいりました。うん。どうすか、全然。あ、来てるわ、俺。来てる？来てる。俺塗り足らんかったんかな。あー、来てる。シートの時みたいに熱いっていうよりかはなんかスースーしてんねん。あー、俺は今マックスで熱い。熱い。液がやっぱり、うん、そのピンポイントなんで、うん、熱さが前より感じる感じ。なるほどな、うん、あ、俺じゃあ完全に塗り足りてないんか。
もうちょっと行ってこない俺、俺もう一回行くしょうこちゃんもうちょっとあの年末なんでね、もう一回行って熱めっちゃどこに塗ったねあっつ真夏の駐車場ぐらいあっつ結構塗ったで。ほんと、うん、来るよ。きっと来る。あれきっと来るえ、全然来ない。あ、ちょっと待って。あっあっつい。熱い、マジでこれあかんぞ。これはやばい待って、さらに熱くなってきた。マジ？うん楽しい楽しいエッチが楽しくなるっていうのは正直わかんないけど、シートより熱さで言うとこっちの方が熱くない？まあまあ、めっちゃ熱いよ。エッチが100倍楽しくなる。ご紹介しました。もう買うなよよし、あれ行こうか定価限に1000回。あ、でもちょっとね、これ使う前に一個だけ言いたいことがあるんです、はい、あの今日、あの僕買うてきたんですけど、ドン・キホーテ、はい、神奈の梅島店にて。メガドンキですまた謝らなあかんくなるからな。その、うん。まあ、レジに、はい。カゴの中にこれ一つだけ入れて、もう持ってったんですよ。別に何かに紛れさすとかじゃなくて、はい、これだけ、もう、わざわざカゴに入れて。カゴに入れて。ほう。そう。ほんなら、まあ、俺の、前に並んでた、うん。まあ、その人も何かエッチなグッズを買ってたんです。ほうほう。なら、まあ、レジの人が、ちょっと綺麗めなお姉さんやって、ほう。で、そのお姉さん、うん、その俺の前のお兄ちゃんに、お印でよろしいですかって言った。その18禁グッズやのに。ああ、お兄さんは、うん、あの、おぉ、来ますみたいな感じになって、うん、いや、あの、袋に入れてくださいみたいな感じで。まあそうよなって俺の後ろ思いながら。その後ろに並んでる俺がカゴの中に1個これ入ってるわけじゃないですか。はいはい。お姉さんさすがに何も言わずに袋入れてくれるかなって思ったら、俺にお印でよろしいですかって言ってきたから、お印でよろしいですって言うたったわ。ほんま、試してんのか、これか。お印でええわ、そんなもん。もう俺これブーラブラしながら車行ったからこうやってまあでもお印ついてます本当だね、確かにね